さあ、行くよと。北斗つってましたね。村人の、村人の案内だけが、もう、超重要なナビですからね。聞き逃したら終わりですからね。それにしてもなんか合ってんのかな、これ。合ってるとは思えない。そんなところに影の壺あると思えないんですけど、全然関係なくなってますね、もう。嫌やなぁ。嫌やなぁ。また長そうなんですよね。でも違うような気がするけど、ここも結局行っとかないとダメ。なのかなって気もする。金縛りの術。敵はまあまあ強いやつ出てきますからね。ああ、気づいてない、気づいてなかった。まだおった。またおった。もうええから。家から影の壺を置いていき。こら、こら。家からよ。シュミン軍得て、得て、もう得て。クソ弱いね、こいつも。ジャットはシュミーング大好きですね。シュミ戦のイングです。こいつらは。はいはいはい。全然大丈夫。全然大丈夫。負ける気しないんですよ。瞬殺。かも違う感じやねんな。なんか全然違う感じなんですよね。それてる気がするわ、もう。倒してきたよ。さ、黒の、黒じゃない、影の壺をよこせ。
影の壺をよこせや。もうええやろ。おいじじい、影の壺を貸せ。ちょっと待って、何にもないの？嘘でしょ？嘘やん。嘘？そんなことはないよね。なんかくれるんやろ？ちょっと待って、セリフ一緒やもんな。マジか。マジか。なんもなしか。おーい。いや、こいつや。こいつに一縷の望みをかけよう。まあでも確かに関係なさそうなんですよね。かといって何にも手に入れてないんですけどね。強いて言うなら金縛りの術。こんなイベント、お。ちげえ。じゃあやっぱ違う。じゃあやっぱり違うんや。北の村の方が正しいんですよ、きっと。やっぱりこれやと、確かに北って言っても北西すぎるんですよね、言っとった位置から考えると。やっぱり違うのかなっていう予感は当たってたな。でも海っぽいんですよね。ちょっと待って、まさかあのさっきのエスキモーの村からさらに東に行くとかそういうオチかな。もうやめて、ほんまにやめて。繋がってない。じゃあもうほんまやめてくれ。まあそれが船なんですよね。船で行ってないところがあるか、そっちの方が可能性高い感じはしますね、正直。船の方が可能性は高いような気がする。船で行かないといけないところ、それかな。そっちかな。そっち狙いで行くか。どうしようかな。すっげえ悩んでます。どっちかな。どっちかっつうと船率の方が高い気がしてきた。というか船で行きたい。船で行きたいだけ。理由は敵が出ないから。もう雑魚戦がもうめんどくさいんですって。ちょっと船で行こう。もう船の町近いんで、これきっと船でしか行けないんですよ。そうに決まってます。絶対そうや。そうに決まってるんですよ。こっちね、北に向かいます。
まあ最悪船で行けなくても村さえ見つければ歩いて行けばいいだけの話ですから、この敵がいない状態でこう調べられる利点を生かさないとないな。ないけど、でも結構大陸はあった。あれあれ、こんなんやったかな、これ合ってんのかな。蓬莱島へようこそ。うわ、合ってそう、合ってそう。なんか蓬莱国がどったらこったら、お、合ってそうじゃない。この島のどこかでものすごいお札が手に入る。いやー違う、壺が欲しいんですよね。壺、確かに東に山ありましたね。あんたの未来は暗闇、寒い国の遥か東、光り輝く泉がある。その泉のほぞりに、お、あれは、うわ、やっぱさっきのとこやん。ちょ待って、こいつらマジうざいな。偽物なのか。これ嘘ついとるんちゃう、これ。なんか怪しいな。またダンジョンかい。もうサクッと祠みたいな感じで終わらせてくれないですかね。ええやん別に。てかでもお札がどうたらとか言ってたからな、正直お札じゃないんですよね。欲しいのはお札じゃないんです。強いな、ほんま。妖術がほんと強いですね。これのこと？お札ってこれのことかな？リンネフ。リンネ。あ、そういうことや。絶対そうや。絶対そうや。多分リンネはもう多分文字通りリンネなんで、生き返らせるってことだと思いますよ。だから、ザオリク、ザオリクを覚えたってことや。そのザオリクを覚えるためのダンジョンなのかな。多分ボスいないパターンこれ。あれだけ、やっぱりそうや。やっぱりそうや、言うてる場合あらへんな。違ったか。いや、当たりかと思ったんすけどね。壺の話が村で出てなかった時点でちょっとおかしいなと思いました。でもまあこっち方面はやっぱり来て正解でしたね。もっと早めに来るところっぽいですもんね、これ。上なんもないな。とりあえず船で探索しましょう。じゃあもうそれ以外情報がないからな。南にっていうのと、エスキモーの右っていうのと、この人は弟子になれ、あんま関係ない。まあこれぐらいなんでしょう、イベントとしては。
お？いやもう位置関係的にはここやわ。北やし。え？え？もう来たことあるんかな？あれ？カオスが攻め込む。おっとと、おったよー。カオスがおった。合ってるっぽいぞ。ちょっと待って。カオスを遠巻きに眺めつつ、道具を処分しましょう。おったよ、おったよ。どれ捨てたらいいんや。もうなんかいりそうなもんばっかなんですけど、水晶の玉いらんもん。白卓になんか買ってあげようかな。高額のものを。いらん。おお、久々やんけ。おお。え？いや、行ったんよ。もう行ったんよ。うわ、ちょっと違う感じやん。やめて。通ってくんなって。え、こっからまた歩かされんのか。何かあんのか。ほんまかいな。ちょっと嫌なんすけど。嫌なんですよ。行きたくないな。行きたくねー。ちょっと待って待って、いやいや、やっぱやめよう。ちょっと待って、あんまもう動くのやめよう。もうやめようやめよう。船で動きます。船で、今回はもう船で行けるところを全開で探すことにします。じゃないと無理やから、絶対もう船で、全部船で。ちょっとエスキモーのところの一番東っていうのを見に行きましょう。もう何でもかんでも船を使って、東にある泉がどったらこったら。さっき来といたらよかったな。あ、あるわ。あるわー。行けへんわー。何があんのかなー。くそ、しょうもないことしやがったよ、まあ。あ、これ以上は無理。くっそー、しょうもないことしやがって。さあ、どうするかなー。さあ、どうするかな。じゃあ今度逆にガンガンに下行ってみますね。もう限界まで。ちょっともういきなり迷子やぞこれ。でもまあ行けるってことはなんかある。ん？ん？これはでも行ったとこやもんね。これ、位置関係的にはどうなってるんやろ。これは、行ったとこですもんね。これの、こっち行ってみますか。
じゃあ。また何にもないな。お、来た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 。お、お、行きたいな。何これ。行きたいな、おい。どうやって行くんやろ。お、ここからか。これはどうなの？どうなのどうなの？新しいとこ？高野山の入り口。わし、おお、影の壺を猛気の手から取り返したい。きたー。どこにあんのどこにあんの、どこに行けばいいんだ。これか。なに、おどろおどろしいな。色がもうおどろおどろしいな。まあいいっすいいっす、ガンガン行こうガンガン。えい、階段がある。地下に行く階段が外にある。でももう影の壺は間違いないですよね。ここで間違いないんじゃないかな。いや、ここじゃなかったらもうやばいですよ正直。宝箱もいらんけどな、正直もういらんけどな。いらんな。何かわからんようなもんはもう一切使ってないですから。ちょっと外の階段怪しい気がするんで、外の階段行きましょうか。操作がおかしかった。雑魚は余裕。もうちょっとスムーズにいけると思ったんですけど、案外と手こずっております。今日ね、でもこれだいぶやってますよ。僕的にはこっちが正解だと思う。微妙やな。キリンの MP がすげえ無駄になってますね。使えへんかな。常に魔法を使わせてもいいぐらいなんですけどね、そういう設定はできないっぽいんですよね。あくまでも戦うか止まっておくか。あっちも宝箱あんのか。いやそりゃ欲しいけどさ。お、照明わからん。もういちいちあの何なんか確認するの嫌なんですよ。誰かにかけるやつなのか、照明符に包まれた何やろう。まあ補助系なんでしょうね。なんかおる。火炎地獄の術。お、これはいいんじゃない？あれかな？やられてたやつかな？さっきから。ちょっと待って、やってみよう。火炎地獄って。いけ。どんなどんな。ほら、あれや。うわ、めっちゃ、強っ。
たー。でもマジックポイントめちゃくちゃ使うな。まあでも今本当偶然ですね。ちょっと言ってた、まさに言ってた時、言ってたとこなんですけど、やっとキリンの MP を使う時が来ましたか。これは嬉しいな。これは素直に嬉しい。照明符なんてどうでもいいですけど、よっしゃ、貴様しばらに気持ち悪、さっきの気持ち悪いやつの親玉ですねこれ。おら、舐めとったらあかんな。おら、合力符で強気になる。食らったー。でも全然食らってない、全然食らってない。弱っ。頼む頼む、お願い。きったー、きたー。あーあー嬉しい。ちょっと今悩んでることがあって、いつも悩んでるんですけどまた悩んでることがあって、エスキモーの、エスキモーの村の、右にある湖行く？行きます？行かなあかんかな。行かなあかんかな。そんな大事なもんないと思う一方で、その魔法というか、そういうものがあるのかなっていう気持ちもあって、魔法の重要度ってそんな高くないから、そうは言ってもいらんわっていう気持ちもあって強くない。聞くやつと聞かんやつがいるんですかね。いらん盾なんかな、これほんまゴミやなこいつ。よし、あれジオのコイン、これだ。何これ、いやもうね、缶ライフ唱えたら帰れるんですね。帰れちゃいます。いつ唱えてもいいです。どうしよう、もうええかな、もうええかな、もうちょっと船で回るか。あれおらへん。もうなんもないと思うんですよね。もうこれ以上は何これ。これでも、ま、昔行ったとこやな。もう多分ないと思うんですよ。ここにどうやって行くのか結局わかりませんでしたね。行きようがないな。上から歩いて降りてくるのかな。ちょっと見に行きます。ここにまた多分照明系とか覚えられるんやと思うんですけど、
照明系いらないですけどね、本当に使ってないんで。どうやってくんねん、あれ。ずっと歩いてくるのかな。どこからよ。どこからよってぐらい、ちょっと遠いですよ、これ。いや、もう行きたくないわ。絶対行きたくないわ。よし。あれ？あ、村の外じゃないとあかんのかな？嫌やで、もう嫌やで、絶対嫌やで、戻りたくない。嫌やで。よっしゃ。セーブしててくれ。あれ、ここでしたっけ、ここでしたっけ。よっしゃ、おてる。ふーとふー、もうちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やどや、やどや、よっしゃ。はい、じゃあ一旦切っていきますよ。多分ラストに近いと思います。で、頑張っていきます。はい、では次の動画でお願いします。